中間決まったゴール。3回目はこれまで選手たちが見せてくれた好プレー、珍プレー、スタジアムを彩った珠玉のプレーの数々を振り返ります。まずは2008年田村が決めたロングシュート。うわーすごい。あー、続いてはゴール前のこぼれ球を村上が弾丸シュート。通称カムキャノンとしてサポーターに語り継がれています。2012年首位争いをしていたベガルタは試合終了間際、鎌田のこの鮮やかなゴールで逆転勝利を収めました。おーおーおー、すげーな。2017年のベストゴールといえばクリスランが決めたこのゴール、左足で止め左足でシュート、ワールドクラスのゴールにスタジアムも沸き上がりました。一方で数々の珍プレーも。おっと、これが入った、このボールが入った、1点先制ベランダ軍内、これは珍プレーだ。2006年、相手キーパーが蹴ったボール、なんとこれが直接ゴールに。ベストイレブンに選出された経験もある高桑選手、名手にとってダフミルプレーでした。サイドバックながらその神出鬼没なプレースタイルでサポーターを沸かせたスライン。2009年の札幌ドームでの試合、この日も見事なゴールを決めます。サポーターの方へ駆け寄ると、うん、危ないよ、危ないよ、姿が見えなくなりました。菅井選手、ピッチとスタンドの間に段差があることを知らなかったそうです。一瞬ドキッとしましたが、その後も元気にプレー、勝利に貢献しました。ここからは記憶に残るゴール。2010年の開幕戦、7シーズンぶりに J1 で復帰したベガルタの初戦、試合開始直後、右サイドの中島が突破すると、そのパスにヤンが合わせてゴール。 J1 復帰初戦で J1 デビュー戦となったヤンが開始後わずか26秒で奪ったゴール。かつて入れ替え戦で敗れた因縁の地でリベンジを果たしました。続いては2005年、首位川崎との一戦は2点のリードを許す苦しい展開。試合はそのままアディショナルタイムに突入します。するとここから外したぞ、この直後、エースの執念が奇跡を起こします。手の内、ここで来たぞ、来たぞ、手の内、ゴール入ってないかも、やった、やった、ベガルタの勝利、佐藤一太とのタイムリーに発、2対2の同点です。 J リーグ屈指の点取り屋が見せた奇跡のゴールでした。そして2003年、岩本が見せた伝説のフリーキック。この距離およそ40メートル、ベガルタのみならずサッカーファンの間でも伝説のゴールとして語り継がれるプレーです。そしてここでクイズです。この岩本選手、ある有名人と誕生日が一緒なんですが、一体それは誰でしょう。 A 三浦知良選手、 B ヤンヨンギ選手、 C 野村克也さん、 D 当番組の名誉顧問手形さん。皆さんもじっくり考えてみてください。
はい、ということで今回のクイズ